イギリスの最大のダイヤモンド強盗、最初の障害は降下することでした。こんなバカな。自分を持ち上げてハーネスに座ってください。本当ですか？そのビットを押し出してください。他の人がやったらこれよりは少しリラックスしてやれると思いますが、6人の強盗犯がエレベーターの昇降路をこうやって降りていったんです。強盗犯たちは僕がこれからやるのと全く同じことをして 1.5 メートルほどよじ登ってこれを開けたわけです。ここにローラーがあります。これでエレベーターの内側からドアをロックします。これを押し上げます。内側からロックされたエレベーターのドアを開けるんです。次にドリルです。タイマーをスタートさせるので掘り始めてください。用意ドンで始まりました。騒音は思っていたほどひどくありません。地下だったら地上の人には聞こえないでしょう。誰も気づかなかったのも納得できます。最初の穴は開けるのに時間がかかりました。でもついに貫通です。よし、1時間13分。この後の2つの穴はもっと早く開けられます。できた。強盗犯たちが開けた穴と全く同じ穴が開きました。かかった時間は2時間19分です。いろいろな報道で掘るのに6時間から8時間かかるので、もしかしたら2晩かかったかもしれないと言われていますが、そんなことはありません。2時間20分です。ということはどういう進捗なんだろう。私と強盗犯たちにはもう一つ決定的な違いがあったようです。それは何でしょう。こりゃきつそうだ。いや、これはどうやっても無理。絶対に私ではここを通り抜けられません。私の肩が広すぎます。もう少し細い人にやってもらいましょう。そう、うまい。そうそう、素晴らしい。つまりこれでできるんだ。次の障害はボックスです。プラスチックの部分から始めたんですが、ロックをボックスの中へと叩き込むことができれば開くのではないかと思っています。いや、他のやり方にしてみましょう。お、これは早い。